東京大学生産技術研究所の越原です。えっと今年のウッドデザイン賞非常にこう充実した作品群だったなというふうに思いました。だいぶ長く続いてますけれども、最初のうちはやっぱりあのぎこちないというか現代の新しい木造というところの提案が あのぎこちなかったんですけれども、まあ、今回見てみますとだいぶ新しい材料、まあ、CLT とかを含めてですけれども、まあ、これまでの修正材なども含めて新しい技術を使った現代の木造建築っていうのの提案が充実してきたんじゃないかなというふうに思いました。ですのでそろそろですねこれまで培われてきた木造建築の技術と融合していくっていうことで、まあ、過去の技術 を振り返るということも必要になってくるんじゃないかなという気がしました。やっぱり建築っていうのはその時代ごとに変化していくものですから、今までの木造建築が必ずしも答えじゃないと。現代の生活スタイルとか社会システムの中で使われる機能を使った建築っていうものがどういうものなのかっていうのを提案していただくということを期待しています。やっぱり登場してくる人々っていうのがだいぶ変わってきたかなと。 まあ当初はやっぱり昔から木造をやっっててている人たちが現代に合わせて作っていきましょうでその次が新しい建築材料として木を使ったらどんなことができるのかなというチャレンジャーが出てきて今そこの両者が集まってきてどういう木を使ってどういう建築を作るべきなのかというのを考えてくれるようになってきたんじゃないかなというふうに思っています。 あの別に今の時代初めて木を使って新しい建築を作ろうとしてきているわけではなくて日本では昔から木を使ってますけど各時代ごとに違う価値観で木造を作ってきていると思うんですね。 ですからその中から今の時代でも活かせるものは何なのかあるいは今の時代ではちょっと遅れてしまっているものというものは見直していくっていうことを繰り返していく、まあ、そんな中にこれからの木造建築の可能性っていうのが見えてくるんじゃないかなというふうに思っています。